はい、ということで、新規世界エボリューション、これ新規って呼ぶのかちょっとわからずに呼んでますが、始めたいと思います。前回実はレベルアップしてからお見せしたいということを言っていたんですけど、あのマップのボスを倒した後ちょっとイベントが始まってまして、まあそれをお見せしないわけにもいかないかなと思って、ちょっとセーブ戻りまして開始しております。というわけで、ご実家の方に帰らせていただきますと。その間ちょっと探索でもと思ったんですが、これなんじゃい、カインが開かないんだ。いけんな。というわけで帰りますと。するとグレさんがやってきて、休みますか、休みますと。お疲れ様です、マグボッちゃん、今日の冒険大成功だったようですね。だから俺いつも言ってた、いつもやる気出せばこんなもんさ。いやいや、このグレも安心しました。お父上がこの場にいたらさぞ喜びになるでしょうに。リニアの手紙の後連絡ないもんな。しんしんと降り積もる雪の中、一人戸口に立っていたんですね。私が戻るまでこの娘リニアを守ってくれ、頼んだぞマーク。そんな話があったんか。全くもってしてリニアの存在が不明だったからな。くちけてなんかないって、父さんだと冒険家だ、きっとどっかでリニアやってるさ。なんと立派なお答え、成長なさいましたな、マグボッちゃん。ついこの間までこのグレンがマグボッちゃんのおむつを替えたり、お姉ちゃんのシーツをみんなに内緒で洗濯してたというのに、ちょっと寂しい。寝た音を、この寝相が良くないわけね。そうそう、受けよっかな。どこ、ここ。おはようございます、マグボッちゃん、ようやくお目覚めになられたようですね。おはようグレ。おはようリニア。サンキューグレ、いつもそうだと嬉しいけどな。今朝も第8帝国軍の方がいらして慌ててしまったんですから、こんなものが俺に。軍なんかが俺に何の用だって。ソシエテとの共同遺跡調査のためバンナム港に調査団が入港中とのことです。エバルシア。港にいる調査団のところへ行ってきたらよろしいのではないか。代々100年かけて探して伝説の最古のエルバシア。まあそやそや。で、港はどこみたいな。上上がれるんか。お、初めて上上がったぞ。実は、ふかふかベッド、このぬいぐるみ、つぶらな瞳、ジャンプというので、行ってきますかね、港に。あ、勝手に行った。バンナム港に。バンナム？
文字が結局見えんけどパンナムかもしれんな。あんだけバンナムバンナム言っとったけどパンナムかな。説明書に書いてあるのかな。なんだこんな建物あったっけっていう文字が出てますけど、私は、あ、あった、あ、パンナムじゃん。バンダイナムコじゃない、パンダイナムコですね。ちょっとパクれそうでパクってないな。物々しいね。この下のトゲトゲは何の意味があるんだろうな。めちゃくちゃでかいじゃん。行ってみましょう。パンナムタウン、そうですよ、言うこと違うぜ。でどっから入れる、あれ？ん？失礼しました。どうぞこのリフトに乗ればいけるやら。こうか。おっと入ったよ。というわけでマップを無視して、なんじゃ人った、ん、なんか開いた道なりに、すっごい急なんですけどこの道。全部の扉開いてますから、不用心なの。哲学のすすめ、ハンス、そこが悪い、フランツ、命令に忠実。なんか別に部屋になんかあるわけでもなさそうな気がしますね。はいはいはいなるほど、そういうことですか。あ、はい、何やってんの、そのマグランチャー以外の民間人入れるなと言ったよ。マグランチャーって俺のことなの。あ、これは失礼しました。早いな、速攻だったぜ。特にもなく、上から降ってきた。うわ、要は神聖なる第八帝国の皇太子、すなわちルイト・ボルト家の長を主にして、帝国陛下直属の帝国特務軍事士官及び第八帝国軍西部方面特殊派遣軍団長オイゲン・ルイ・ボルト上級隊である。長い。献上するつもりじゃないぞみたいな。これはなんだよいきなり。素晴らしい密輸の
召使い、俺がマグランチャーなんだよ。誰が？俺が。メイドの一人でも届けに来たんじゃないのか。どうやったらそんな考えになるんだよ。大体お前聞きたいことがあるんじゃないの。あるいはトレミダスエキスの人たちはあれなんでも想像の類にしかない。それも存在するかどうかもわからないのだ。物語に登場する歴史の教科書も載っていない。そのところだな。でも俺は絶対あると思ってるけどな。でも実はこの数学年代の周りの多数の遺跡が発見され、精神文明の研究が前に進んだ。その結果エブリシアは人生に日本の勉強に眠っている可能性が高いことが分かったので、そうか、それは絶対あるのよし、俺も頑張らなくちゃ。ふう、そこで俺この俺を、朝っぱらから辛いですね、この早口言葉。まあ実は今収録している朝なんですけど、かつて冒険家フロンクロランジョと前君のチームがエルポルシャに対して14月に貴重なものを発掘したとしたいのは、父さんが、俺そんな話聞いてもないよ。まあ悪魔の噂でしかないのかな。しかしまあある情報に真の本に決めなきゃ、どんな何が問題じゃないのか。あの名誉の遺跡の持ち帰った遺跡のヒントが、そういえば、遺跡の歴史はほとんど年齢で関係してたよ。父さんの頃が明石通りだったから、あ、そうそう、なんちゃんに何も答えるのか。あ、今だったら、今の国の博物館では破産されちゃうんじゃないかな。かなり危険な情報だったの手がかりにできる。どうなった一人で知った時も、ね、ありじゃない。ご苦労、時間の無駄だった。よく話ってみるぞ、マグランちゃん。なんだよ、時間の無駄だって言い方ないよ。何言葉ないだよ、あえ、人間言わないという意味だ。なんだよ、偉そうに。ゴリにはさっさと帰ろうぜ。イエス。あー、ところで最後一つ聞いていいかな。なんだよ、まあ、来たよな。ユニアも言うときゃ、言うのもいいですね。そんな気になるよ、冗談じゃない。じゃあな、あばよ。あばよ。帰りましょうか。よし、帰ろう。帰る。こっちへ帰るよ。こっちなんだよ。食料庫だから関係ないですよってか。よし、帰るで。はい、ちもう帰ろう。ぐんと面白いこと期待しない。終わりの後早く帰る。まあそんなもんですけど、だから、なんだこの怪しい部屋。あ、すべてが順調です。ツーツーは執行した時もだいぶ安定し、レンジの幅も順調に広がっております。そして店員通達を当初の予定通り遺跡を封鎖。調査は我ら第8軍隊が指揮する。は、了解しました。昔は早起きは三文のところを言いますぞ。はいはい、分かってるって。朝から眠くなること言わないでくれよ。はよ、リニア、昨日は参ったよな。エボルシアのことを聞くかと思ったらいきなりリニアを置いて帰れだもんな。おい、ゲンだったっけ。あいつ絶対おかしいや。思い出しただけで腹が立ってきた。我がないね。の上に立つ者はたとえどんな主演あるにせよ、むやみに人の悪口を言ってはなりません。赤字の紐。
さあ、いつの日かマグボッチャン、さて何の話でしたっけ。もういいよぐれ、港行けるんかい。うわ、まずいまずい。とりあえずなんか、レベル上げてみるかな。どうせなら2000あるし。マグハンドパーツ、ちょっと待っててくれ。スロットスロット、おお、1000かかる。あ、そういうことか。そういうことか。ああ、鑑定品ってどこで鑑定できるんかな。鑑定品、あ、ここか。なんか左側で鑑定できたっけ。こいつはすごい。第三王国、ひつりのコインですか。え、いや、私はその、バーイにしちゃちょっと若いかな。でも、うん、流しの特権ってペッパーボックス、マグナはこれからのランチャー機も期待できるので頑張ってね。あ、リニアって言うと、バーイって、鑑定をしてよ。おお、900かかるってよ。はい、はい、お待たせ。何になったって。装備、帽子、頭、お、誰、グレーさんですか。グレーさんのはいらんなって言わんと、ちょっとその前に、腕前の方は年中まで、あ、言っとかない、しばらく一石一つ封鎖させるわ。学術機関っていつか軍隊になっちまうんだ。で、
どこに行く？なんかさっきここマップ示しとったから、もちろん任せてよ。いってらっしゃい。で、まあいい。というわけでアイテム6かな。グレさんの帽子は売る。ああ900ですか。900になって900で売れる。売ろう。売って借金返したいよね。イコーリニア。というわけでセーブして終わりたいと思います。よいしょと、こっち、はい。ということで、途中の冒険の話まで進んだようなので、これからまた遺跡のところはカットして、やっていきたいと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。では失礼します。